1930年頃の広島市の地図。第五師団は地図上の中央やや上の広島城内にあり、周辺も含めて日本軍の施設が集中した。宇治河港まで宇治那線が付設されており、迅速に派兵できるようになっている。第五師団は大日本帝国陸軍の師団の一つ。1873年に設置された広島賃代を、 母体に百8 8 8年5月14日に編成された。英字地を広島とし、第五士官を管轄した。日清戦争から太平洋戦争まで日本が関わった戦争の多くに参加した。1894年の日清戦争では、他の師団に先駆けて、大島吉正少将式の大島旅団を編成し、派遣した。同年7月28日に、 大島旅団は、半寸南方で、新国軍と交戦した。この戦闘はわずか1日で決着がつき、日本軍の勝利であったが、これは明治維新以降初めて日本の軍隊が、外国軍と交戦したものである。旅団は、このホピョンや攻略戦、王力港と火作戦を経て12月には、宝天に進出し、1895年3月には、牛僧の戦いに参加した。 同年4月17日の下関条約締結で戦争は終結した。1900年の義和団の乱では義和団鎮圧に出動し、天津と丹空の警備に当たるとともに北京に向けて進撃する8カ国連合軍の中核となり、8月5日には北倉の戦いにおいてほぼ単独で勝利し、8月14から16日には北京の戦いに参加した。 第五師団は、外国の幹線部官たちから、その武勇、能力、軍機の高さを称賛された。日露戦争では、のつみちすら大正式の第四軍に属して、佐賀海戦、国交大海戦、法天海戦に参加し、1911年から2年間、満州中東を命ぜられ、同年4月30日に、師団司令部は、両養へ移転し5月1日より事務を開始。 1913年4月19日、師団司令部が広島に帰還した。1919年には、シベリア出兵に参加し、同年8月24日に全部がシベリアに到着。1922年6月24日、任務終了。1937年、シナ事変が勃発すると、7月27日には、シナ中東軍令下となり、下北に出動。 8月14日から27日にチャハル作戦に参加するとともに、一個連隊は計、艦船作戦に参加した。その後、8月31日にはシナ中東軍が廃止され、北シナ方面軍が新設されると、北シナ方面軍直轄師団となり、大元攻略戦に参戦した。この中で、第21連隊第3大隊は9月24日、平型関で、 待ち伏せ攻撃を受けて全滅した。1938年3月30日に第二軍に編入され助手海戦を戦い、同年9月19日には第二十一軍に編入され、河南に展示関東作戦を戦い、11月29日に第十二軍令下となり、河北に戻る。12月には、混ン,ン関の戦いで、 第21連隊が包囲され、かなりの損害を受けたものの、翌1939年1月に脱出した。10月16日には、第5師団は再び、カナンの第21軍令下となった。1940年2月9日には、第21軍の廃止後に新設された第22軍に編入され、9月22日の北部仏院新中の主力となった。その後すぐに、 フランス領インドシナの警備を命ぜられた。中国での戦闘経験と戦歴から第5師団は帝国陸軍の精鋭部隊の一つとみなされていた。このため太平洋戦争開戦前の1940年10月12日に大本営直轄となった。1940年11月30日発令の軍令校第57号で馬筆を自動車に変える編成外を受けた。 マレーでの作戦に備えたもので12月6日には熱帯地域での上陸作戦の訓練を命じられた。第5飛行集団とともに九州での上陸戦演習に参加するなどの上陸訓練の後、1941年11月6日、南方軍令下の第25軍に編入、南方作戦に投入された。マレー作戦1941年12月、 マレー作戦において、浜辺に上陸した第5師団の兵士たち12月8日の海戦とともに、イギリス領マラヤに向け大量のシンゴラとバタニから上陸して、主にインド第11不評師団と戦い、12月11日のジットラの戦いでは勝利したものの、12月30日のカンパルの戦いでは、かなりの損害を受け、翌1942年1月6日のスリム川の、 戦いにおいて勝利した。スリム側の戦いでは、戦車の支援を受けた第5師団不評第41、連隊が16マイルにわたって、英軍の防御陣地を前進し、インド第11不評師団を粉砕し、推定で3000人の損害を与えた。1月11日には、クアラルンプールを占領した。ムアールの戦いの中で、第5師団は、ジェメンス左京で、 オーストラリア第8師団の頑強な抵抗を排して1月22日にシンガポールへの道を開いた。シンガポールの戦いシンガポールの戦いの時の松井、拓郎中将シンガポールの戦いの後、同市内中心部を更新する日本兵たち第5師団はシンガポール攻略の主力となり、1942年2月8日夜、第5師団の六個大隊が、 第18師団と共に上陸用集停を用いて、ジョホール海峡を渡った。シンガポール側では、サリンブン浜を第22オーストラリア旅団の2個中隊で守っており、これを1個機関銃中隊、3個砲兵中隊、1個対戦車中隊が支援していた。日本軍は、英軍の防衛線を突破して、深夜にオーストラリア軍は交代して、第5師団は、 アマ・ケング村へ突入し、ここで山下大将に作戦成功を伝えるための赤色の照明弾を打ち上げた。この勝利の後、第5師団は直ちにシンガポール内部の戦略的目標に向けて移動し、2月9日にはテンガー飛行場を占領した。第5師団は第22オーストラリア旅団や飛行場警備のジンドインド風評大隊と戦った。 2月11日には激戦の末、第5次第が、ブーケイトティマ道路を占領した。その4日後、シンガポールは降伏した。フィリピン作戦1942年3月に、霊下の不評大給料男子霊部及び不評第41連隊の機関部分が、フィリピン方面の総統作戦に回され、7月には、そのまま南海次第への増援として、ニューギニアの戦いに投入された。 同連隊はその後に第30師団霊下に移ったため、第5師団は三単位師団に変わった。河村主体は1942年4月16から18日にパナイ島へ上陸し、同月20日には米比連合軍を海岸から退けた。その後、河村主体は1942年5月3日に民ナオ島に上陸し、激戦の末同月10日に、 米非連合軍を降伏させた。不評第41連隊の残りは再編されて、矢沢死体となり、当初はルソン東北岸の加害案に配備された。その後、転身して1942年6月28日には、ダバオ市に上陸し、南海死体の増援に回された。ニューギニア作戦1942年7月18日、南海死体は、 戦車中隊と近接支援砲兵中隊の増援を受けて、1942年7月31日に、ポートモレス B 作戦への参加を命ぜられた。1942年8月16日に、ラバウルの中継地点に到着し、1942年8月19日に、矢沢市隊は聖川丸、病高丸乗船して、1942年8月21日、 ニューギニア島のゴナに上陸した。ココダ道の戦いの戦いの間、矢沢市隊は予備兵力として待機していた。ココダ道の戦いが内陸に進んだ1942年9月6から9日の峠での戦いの間、矢沢市隊はブナ近辺のギルア川口への道を開き、そこで1942年9月24日から始まった補給物資や 増援部隊の揚陸の安全を確保していた。1942年10月29日、144連隊などの退却の援護のため、矢沢死体は内陸の及び谷で防御に当たっていた。1942年11月4日、オーストラリア軍が優勢な兵力で攻撃し、矢沢死体を改装させた。矢沢死体の残る900名は過労じて包囲を脱出して、 北東のアジュラ・キー・ジョラ山地の密林の中へ逃げた。追尾国に残っていた部隊は1942年11月28日までに、相当された。矢沢市隊の廃山兵は11月28日までに、ゴナの北の空、虫川川口付近に到達したが、重装備をすべて放棄してきた上に、マラリアリ管理図がほぼ100%であったため、ほぼ戦闘力を失っていた。 このため、マラリアにやられた兵の大部分は11月29日に、ギルア川口まで上陸用集停で送られたが、連合軍の航空攻撃により、海上で数百名を失った。健康な兵は、陸上航軍して12月2日に、ギルア川口に到着した。1942年12月31日、矢沢大佐は、敗山兵を寄せ集めた、混成部隊を伴って、 ブナへの絶望的な救援任務を命令した。1943年1月2日、ブナが陥落し、任務は撤回されたが、それでもなお、矢沢主体は、連合軍の戦闘召喚隊と戦闘してブナから逃げてくる約190名の兵の救出した。1943年1月20日、ゴナへの撤退が失敗し、矢沢主体は壊滅した。 日本軍の前線に戻れたのはわずか数名のみであった。その後1943年1月に、師団は第19軍令下となるが、1945年2月28日に、第19軍は廃止、第2軍令下となった。対戦後半は、地上戦に参加する機会はなく、当初防衛用の海洋編成師団への改編途上、セラム島で終戦を迎えた。 終戦直前には、部隊移動に病院船を使用した戦争犯罪が発覚して打破され、1500人以上の将兵がアメリカ軍の捕虜となる立花丸事件を起こしている。師団長の山田誠一中将と参謀長の浜島岩尾郎大佐は、8月15日敗戦の方に接すると立花丸事件の責任を取って自決した。ありがとうございます。